広沈み舞台広沈み舞台は中国領寧省大連市にある狂撃の公演場所で大連狂撃員による演出が行われている。ここは日本が大連を咀嚼していた時代にはもともと天福祭園があった場所で演劇も行われていて、1911年には保全祭園と名称を変えて後に英全祭園と名称を変えた。当時様々な演劇が主に日本語で行われた中に 京劇の人面投下の北京語による演出もあった。1931年には大規模な改築を開始して、1933年には春行、1934年には広沈みを舞台として開業した。開業日の様々な演目の中に、京劇、方向案もあった。終戦の1945年には大連首が接収し、1949年には、 大連市公安局のクラブとなったが、1963年には旅、代表劇員となった。2010年10月からは、元々の広沈み大舞台となり、麒麟大舞台から引っ越してきた大連協劇員が演出する場所となっている。場所は、中山区民生街59号で、長高路にある大連日光ホテルの斜め向かいで、民生街へ入ってすぐ左にある。 感激付き食事パーティーもよく行われている。なお、大連の主な劇場には他に、大連人民文化クラブ、工人劇場、豆豆大舞台、開発区大劇院などがある。大連協劇院は、大連市にある協劇の中心で、協劇は日本時代にも行われていたが、この協劇団の設立は1949年4月となっていて、2007年5月に、 大連協劇員と解明した。ありがとうございます。